久々泣きしますね。ねえすな。やりましょうか。はい。もうなんか最初に、うん、もうわははとかやって笑って、うん、もうやるのは、うん、もうなし。本当に、うん、そんなのさ。すぐ顔面白くする。いやダメだ、変わんないんだな人間って、そう簡単に。こんばんは、ザルーディネタの和麦です。どうもこんにちは、花崎です。あ、はい、ご無沙汰ですかな。久々っすか、ね、収録は久しぶりですよね、うん、いやだからやる予定だったのよ、うん、もっと前、毎回言い訳してるけど俺が起きれなかったのが原因だからそうね、本当4月末頭に花崎が撮るっつって連絡来てたんだけど、うんうん、ちょっと俺寝てたから、そう、まあしょうがないですね。その日も休みでさ、お前送って、うん、携帯気にしながら掃除したりとかして、うん、日が傾いた時に思って、あ、今日ねえわと思って、うんうん、起きたの日傾いた時だったもんいやーそうなんだよ ね、ちょっとあの、はいはい、新しい、うん、ちょっと理論の話聞く、もう、うんうん、聞こうちょっとあのさ、うん、あのチューナーエフェクター、うんうん、俺持ってるじゃん、うん、チューナーっつのあのちょっと知らん人はあれだけど、あの音をね、うん、あのなんつ合わせる機械みたいなのがあるんですけど、うんうん、はいはい、そのチューナーの後ろのネジがさ、うん、あ4つあんのよ、四隅で止めれる、ね、そう四隅で止めれる、うん、電池変える時のところに、はいはい、でそしたらさ、そのうちなぜか俺もう3つなくなっちゃってて、うん、4分の3が、うん、4分の3が1個で止めてんのずっと今それ止まるの、止まるギリギリでもその1個もちょっともうガバになってきてるから、うん、なるほどなるほど、たまに外れてみたいな、うんうん、だからちょっとこうネジ買いに行ってなって思うわけ、うん、なんだけど俺ってさ、うん、ほんとそのなんていうのかな、動くまでに時間かかるんだよな、あの何かを成し遂げる時に、ね、そう成し遂げる時に、うん、もうこれはしょうがない、もうそういう病気だから性質でやらせてもらってるから、ね、そう性質であるからな、その、まあ、動けないと、うん、グッとこの気持ちをやってやろうかなと思うんだけど、ああめんどくせえっつって布団で寝ちゃうわけはい、はい、で寝てたら一日終わるんだよ、うん、だからちょっとどうにかするしかねえなと思って、うん、俺はあの今新しい理論を手に入れたわけ、うん、なるほど、自分動くための理論とかね、うん、これが、うん、あの復習理論っていうんだけど、詳しく聞こう。復習っていうのはあのあのあれ仇の方ね、あそっちね、うん、そっち、そっち、うん詳しく聞きたくなってきたな、うん、であのまずね、うん、あのネジを買いに行くっていう行為を、うん、あの村を焼かれた時の気持ちと同じにするのよ、うん、経験ねえけど、経験ねえけど、それは想像でそうそう、もちろん、もちろん同じ気持ちにするわけ、うん、で、うん、あの同じ気持ちにして、うん、そしたらさ、うん、やっぱ憎しみが募るじゃん、そうやな、うん、何でもなことっつって、そう、あの仇の気持ちになるわけ、うんうん、俺はあの、うん、ネジを買いに行くっていう行為を、うん、村を焼いた、うん、あのあいつを、うん、あの殺しに行くんだっていう気持ちと一緒にするわけようんうん、うん、そうすればでもそれってすごいエネルギーじゃんやっぱり、うん、もうとんでもないその復讐ものっていうのはさ、うんうん、だそれのエネルギーによって動くっていう理論をふとひらめいて、うんうん、うわこれだと思って、うん、絶対できるって、はいはい、俺の今までやってきた全ての物忘れ、うん、これも全てにこれが使えるって、うん、で気づいたわけ、うん、実践しようと思ってやってみた、やってみた、うん、でまず夜夜ガッと憎しむわけ、うん、ネジ買いに行くって行為を、うん、あの俺のあのあの優しかった家族をっつって村の人たちをうわーってやるわけそしたらもう寝れなくなってきて憎しみが強すぎて強すぎて強すぎて寝れねえっつってクソネジうわーって寝れないわけよ、うん、本当にだけどもうなんとかこらえて寝て、うん、目覚めるわけ、うん、で目覚めて、うん、あのネジの野郎っつって許さねえっつってもうネジが憎しみの対象になるけど震えてるわけ俺は許さねえっつってタバコに火つけて吸って必ず殺すいや必ず買うっつって必ず買うんだっつって服着替えて外出たのよ、うん、外出れるよと思ってでネジや近くのホームセンター調べて、うん、よっしゃネジすぐめちゃくちゃ家から近い、うん、なんか10分以内のとこあるわけ、うんうん、ホームセンターがホームセンターが、うん、よしっつって、うん行って行く道中もさ、うん、俺はあの焼かれた、うん、あの村の人たちの顔が思い浮かぶ、思い浮かぶ、そうやな、うん、あの優しかった両親の顔が、うん、で
愛を誓い合った幼馴染との、うん、あの懐かしの日々が思い浮かんで、俺も泣けてきてさ、ぐっとこらえて、でもでも年収買わなきゃ全ては解決できないんだっつって、うわーっつってホームセンター行ったらさ、コロナで休みだったんだよ、うん、ホームセンター。マジで休みじゃんっつって、で僕の憎しみどこにぶつければいいんだよっつって、うん、ホームセンターの前で、うん、うわーっつって、うん、まあその表に出してないけど、もちろんもちろんそれ表に出してたらやべえやつだから表に出してない、もう内心はもうほんとさ、あのもう腹ごたえにくり返ってるわけ、そう、あの壁を殴って血が拳から流れるぐらい、うん、ぐらい、うわーってやってたんだけど、うん、その時ふと我に返って、うん、あのやっぱ憎しみって何も生まないんだって、なるほどな、うん、憎しみってやっぱ何も生まない憎しみじゃやっぱ世界って解決しないんだっつって、虹変えないんだわっつって、うん、家帰って寝たの、その日は、うん、それは、うん、でそっから、うん、まだ虹買ってねえんだよちなみに、ね、それはいつのお話なの？3ヶ月ぐらい前次にも行けなかったわけね、うん、じゃあ始めますザ・ルーディの大将、今夜もやってる？はい、この番組はザ・ルーディというロックンロールバンドを世界に知らしめていこうという果てなき野望のため立ち上がった我々が、こんなご時世居酒屋にも行くに行けないあなたのためにお酒を楽しみながら気軽に聴いてほしい、そんな気持ちでお送りするラジオ番組です。改めましてザ・ルーディの田野和樹です。ドラムの花咲です。あ、はい、今そんな感じで、うん、憎しみじゃ何も生まない、そうやっぱロックだよね、ロックしか何も生まないんでね、本当に乾杯しましょう。じゃあどうも、はい、お疲れ様でした。終わってるやん、はい、乾杯。うん、そんなわけでね、はい、第13回らしいっすね。もうね、デスサーティー来ましたよ。デスサーティー来た。ジョジョ6部あれらしい、ね。あ、アニメがね、うん、すげえ楽しみ、うん。見てねえんだよね、周り全然。あ、多分1部、2部は見たかな。3部っていう一番楽しいやつを見てねえっていうね。うん、俺は3部見たかな。5部見れよかった、5部好きだから。うん、5部もいいって言ってた、うん。途中までかな、チラッと見た。6部は楽しみですね。6部楽しみです。いや、まあ、うん、まあそんなことよりよ、はいはい、俺ボルダリング行ってるらしいから。行ってます。おめでとう浜県と久さんで、うん、いやちょっと語弊があるわ、うん、これめちゃくちゃ語弊がある、俺がハブられてるみたいな語弊あるけど、うん、本当俺も誘ってもらってるわけ、そう毎回ちゃんと誘ってる、うん、で毎回起きれない、うん、そうね、その時間に、うん、本当目が覚めたら、うん、もうその時間過ぎちゃってるから嫌になるの俺は、もう家で、あーまだ、あーもうなんで俺生きてんだろう、あーだだだだあらだボルダリングやだやだ嫌い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 っつって憎しみが溜まってくるの結局、うん、戻ってきてるやん。そうそ、もう憎しみは何も生まないから、もうすぐボルダリングに次回憎しみ理論でボルダリング行くわどれぐらいできるかっていうね。そう、あの岩を登るっていうことを、うん、本当村焼かれた気持ちで行くだから俺多分ついたらものすごい顔してると思うよでも多分それやったら多分、まあ、ジム閉まってるから生まないからな、そう、憎しみは何も生まない、別の理論考えるわ本当。いやね、ボルダリングね、うん、ハマケンが行こうよって誘ってくれて、ね、言ってたな、うん、で行こう行こうって言って、結局先月の頭ぐらいに最初行ったんだけど、ね、思ってたより難しくて、うん、もちろんその難易度が、7段階あって、はいはい、で初心者は7一番下の7級からスタートなの。なるほど、うん、で壁がそのジムは、6面ぐらいあって、はいはい、そこの壁によって難易度もちょっとずつ違ってくるわけよ。なるほど、まっすぐの壁もあれば、うん、そのちょっと傾斜がついてて、うん、出っ張ってたりとか、その90度曲がった横の壁に行きながら上目指すみたいな。あ、なるほど、うん、でな、こう、なんでもええんやと思ったらちゃんと決まってるわけよ、ルートが。ルートかな、うん、この例えば7級の、1は全部で8個取っ手が持つところがありますと。なるほど、うん、でその8個は
手はそこの8個しか使っちゃダメですと。なるほど、うん、で足はどこでも好きなように置いて大丈夫ですっていうパターン。あー、なるほどな、うん、と足も決まってるパターン。あー、なるほど、うん、でスタートも決まってるわけよ。はいはい、うん、右手はここ左手はここ。なるほど、だからそこから、うん、あ、ルートが要はもう決まってんだ、ある程度。そう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 、決ま、ある程度の決まった中でどこに足置くかとかのあれになるよ、うん、そう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 。でなんかこうやっぱりさ、うん、だいたい1個 の課題を3分ぐらいでクリアするのが一番スマートだっていう風に書いてあるわけよ、一番最初配られた紙に、うん、なるほどっつってやってるんだけど、確かにその通りで、時間経つとやっぱり腕の疲れとかが出てきて、うん、掴めなくなってくる。なるほどな、うん、であれ次これどうするんだっけって言った時に難しい体勢とか取ってたりするとすぐ体力なくなってボーンと落ちちゃうわけ、はい、なるほど、うん、で一番最初登る前にこういうルートで行きましょうって、はいはい、足はここに乗せて次ここを乗ってこっちに手かけてっていうのをやって、その通りに行くとすんげー登れて気持ちいいの。なるほど、だから最初にもうルートき、自分で決めるんだ。そう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 、こういう風にこの、うん、この体の動かし方でこういう感じで行くみたいな、うん、そう、面白そう。楽しい、ぜひね、伊太郎さん、いやね、もう大体ハマケンと久志さんと俺で行った時に、うん、一体麦がやったらどうなるのかっていう妄想しかしてねえから、俺は登ってねえから麦がいるっていうイメージトレーニングを俺はずっとやってるから。俺本当にね、ボルダリング行くために中山筋肉の筋トレとかしてたから、うん、そう言ってた言ってた、そうだ本当筋肉の動画見て筋トレ家でやってさ、うん、これがボルダリングのためになる全てっつってやってたんだけど、いけねえからさ、なんか嫌になって、ちょっとそれも今やってねえからやるけど、筋トレも筋トレも今サボっちゃってるから、ちょっとまあそのうちやり始めないのな、また、うん、いや面白そうだよな。思ったより、あれ、あのさ、バナナマンの設楽さんがさ、ゴルフ始めた時にさ、はいはい、思ったより難しくて楽しいって、なるほど、それと全く同じです。ボルダリングも思ったより難しくて超楽しい。体でもあれだな、ある程度柔らかくないときつそうだな。あ、でもね、柔らかさ、あ、でもすごい人はもう意味が分かんない。だって自分が1個よ、1個の多分、うん、3センチとかの幅の指置くところに両手置いて、はいはい、そこよりも高いところに左足を乗っけて、そこから真反対に飛んでくんだから、うんほんでもう一個ポンって取って、やば、スパイダーマンいるやん。そう、本当に背中に鬼飼ってたもん女の人だよ。そうな、うん、いやでもそうな、なんかあれ映像とかでやっぱ見るとさ、うん、それわかるよね。なんかその手とかよりも高い位置に足を置くっていうやつあるから、うんうん、これ体硬いやつきちいだろうなと思って。でも俺そんなに体柔らかくないでしょ。まあでも、うん、それはお前の基準ですよ。それはあなたの意見ですねって ひろゆきが言ってたよ、ね、そうだね。いや俺マジで体硬いから、うん、本当あのストレッチのさ動画を見てやってみたのよ、はいはい、でもさ俺今まで人生で、うん、俺世界で一番体硬いの俺だと思ってたんよね、うん、これはいろいろ理由があって、うん、あの、まあ、ちょっと前にちょっとあの体痛いなと思って、うん、肩とか痛いなと思って、うんうん、ちょっと整体行くかっつって、うん、整体行って体の6箇所が折れてたんやろ。いや折れてねえよ、あんまり痛いじゃすまんやろ骨粗鬆症の人やよう動けたな本当にそう行ってさ、うん、あのそこの先生がさあの、うん、スポーツの、うん、あのもともとトレーナーみたいになってた人みたいな、はい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 、でそれが整体今やってるみたいな、うん、でちょっと動かしてもらっていいですか。あれ最初さ大体そのどんぐらいこう動くかをこう見てもらうわけ。体の可動範囲みたいなね。そうそうそう、うん、でこんな感じですっつってやって、はい、でじゃあちょっと前屈いいっすかっつって、うん、前屈あの立ってこのあの体ベンで折り曲げるやつね。そうそ う, そう曲げるやつ、うん、いいっすかっつってやったらさ、うん、俺あの体90度になんねえじゃん、うんうん、あのどこの関節もな、そうこうあのいやどこの関節もなるわほんまにこのちょっと聞いてる人分かんないかもしれないけど、うん、あの長座体前屈って足伸ばし て, ばして、ね、地面に座って、そう地面に座ってそのまま前にこう手伸ばして倒れるやつ の,、うんうん、あの腰と足がさ、うん、俺90度になんねえわけ全く、はいはいはい、なんかこうこうなんつうのかな、こう反っちゃうのよね。そうそう反っちゃうの、後ろに行っちゃうのよ、うん、背中がずっと、うんうん、はいはい、でそれやって見せたらさ、うん、スポーツトレーナーよ、うん、長年いろんな選手を見てきてさ、うん、スポーツの第一人者なわけじゃん、ある種やっぱり、まあね、うんうん、そういうやっぱいろんな人を見てきてるじゃん、うん、きっと体硬い人も見てきてるわけ、うんうん、そういう人に言われたんやって、うん、生まれて初めてこんな硬い人見ましたっつって
ナンバーワン。ナンバーワン。俺、ナンバーワンなんよね。そう、体の硬さナンバーワン。そう、肩上げた時に、そういう時に、もしは世界かって思って、ね。ワールドクラスだと、うん。やっぱその、まあ、やっぱそういうさ、うん、なんかまあそういうやっぱその、病気の人もいるかもしれないから、体がさ、硬いとかさ、曲げづらいとかさ、うんうん、なんかそういう人もいるかもしれないけど、じゃなく、うん、もう全くもって、健康体なはずの俺の体の硬さがナンバーワン、うん、これは取った世界と。そうやな、もうあなたね、生まれてずっとナンバーワンが取りたいって言ってたけど、言ってたけど、取ったこんなとこで、おめでとう、もう最悪だよ本当に。でさ、おかしい、ナンバーワンって一番気持ちいいもののはずなのに屈辱のナンバーワンだよこれ。そうだな。で、まあ、でもなんだけど、ただね、ストレッチの動画見ててね、うん、体硬い人向けみたいな、うんうんうん、やつ見ると、うん、あ、結構やっぱいるみたいで、あ、な、お前ナンバーワンじゃなかった、ナンバーワンじゃない多分俺は、うん、あの体硬い人みたいな、うん、なんかこのぐらい硬い人向けみたいな、うんうん、あのそのトレーナー、ストレッチ動画のトレーナーさんがその格好やってくれるのよ、全く俺と同じ体勢やってて、うん、これぐらい硬い人向けっつって、うんうん、いるやん世界にいっぱい仲間がいた、まだ頂点は遠いんだ遠いんだっつってでも体硬くしたくねえよこれ以上って怪我しそうだしさ年取ってってさ、ちょっとこけて骨折れる年になった時にさ、うんうん、あれ柔らかかったら助かってましたって言われたくねえわ。でも逆にさ、骨よりも体が硬ければさ、うん、その骨は折れない可能性あるよね。いや違うよね、あのそういうんじゃないよね、硬さの話が違う、硬さの話じゃないよね。あのそうなのよね、うん、ストレッチやってて気づいたけど、うん、あのなんかやっぱ筋肉の、うん、が硬いんで、めちゃくちゃ。なるほど。あの上質な筋肉って柔らかいんで、しなやかって言いますもんね、うん、そう、あのバキで言ってた、うん、そう、我々のね筋肉の教科書、教科書バキで言ってた、あのモハメド・アリをマッサージした、はいはい、あのマッサージ師が言ってたって、うん、あのグッて力出た時のモハメド・アリの筋肉の柔らかさってほぼマリリン・モンローと一緒っつって、うん、それ、その人はマリリン・モンローもマッサージしたことあるんかな、わかんない、でもそれバキで言ってるから本当だよ。バキ本当のことしか言わないもんね。そうだよ、板垣先生が言うんだからそうだよ。そうだ絶対。まあそのわけよ。で、うん、そう考えた時にさ、はい、俺の筋肉硬いわけ、うん、めちゃくちゃ、うん、だから筋トレも意味ないんじゃねえかって途中で気づいて。なるほど。そのさ、あの硬い筋肉なんだよね、うんうん、だ元が、うん、だ柔らかくないわけよ、うん、そうで、グッて力入れた時に硬くなるのが一番いい筋肉なわけ、うんうんうん、そうなった時に俺の筋肉っていうのは元から硬いから、グッと力入れてもあんま変わんねえってなって、うん、これじゃダメだってストレッチ始めたんだけど、うんうん、まあそれも今サボってますけどね。あのでもまあゆくゆくはね、ちょっとやっぱ俺は長座体前屈をやっぱり、あの90度になりたいんだよな、まずスタート地点、ね、スタート地点に到達して90度になってみたいよ、一回90度の世界みたいみたい。俺保育園の時から本当に120度ぐらいでやってるから、うん、逆に腹筋鍛えれていいかもしれない。だから腰痛くなんだわって。ああね、体が腰周りの筋肉が硬いとね、うん、言うもんね。そう、でもやっぱああいうの見てると面白いなと思った。なんかその自分がさ、うん、このあんま意識せずに動かしてるとこ、うんうん、でどこが硬いかって発覚していくの面白いんだよな。うん、俺は気づいた。うん、太ももの裏。うん、人間じゃないわ、硬すぎて。そんなことないんだ、うん、もうガッチガチだから、その足が伸びねえじゃん、まずそもそも全然。あなただって歩き方もちょっと変だもんね、うん、これがまっすぐさ、この足をこう伸ばすってできねえじゃん。あ、膝が浮いちゃうのね。そう、そもそもそうなった時のここの硬さたるや。それ筋とかじゃなくて筋肉なの？いや多分筋肉の繊維だよね、多分ね、多分多分筋肉の繊維が急に U 字工事さんみたいになったけど硬いんだなって三つを三つをちょっと急に出たけど今三つをさんが、いやボルダリング行きたいですね。そこに着地して、着地結局筋肉の話だけど、うん、いやでもさ、うん、その1回目行った時は、うん、もうその次の日首から下全部移植したぐらい動かん、言うこと聞かんかったよマジで。筋肉痛ひどすぎて、ブラックジャックの手術だとか、そうそうそう、天才手術でなんとか命取り留めました、でもこれからリハビリ頑張って、そうそうそうっていうぐらいだったわけ。だっておしっこ行きたくてさ、ごめんなさいね汚い話で、おしっこ行きたくてちょっともうキワキワぐらいでね行ったわけさ、そしたらもう握力なさすぎてチャック下ろせんじゃん。
危なかった、危なかった。この年で。そう、この年で。いや、ほんと危なかった。あれ、もう、もうちょっと限界ギリまで待ってたら、うん、俺も多分ズボンの中でしてたと思う。生まれて初めて。あれ、ほんと泣きそうになるよ。経験者は語る、うん、本当にやっぱ覚えてる。本当に俺は本当に大も小も漏らすで有名だったから子供の頃は。俺一番最後に漏らしたのが多分幼稚園の一番大きい時かな。いや偉っ、お前それ偉いよ。偉いのかよ、うん、俺一番最後に漏らしたの大学4年生の時だよ。8年前とか。8年前東京来てたよ、漏らさなくなったの。そう聞いた、覚えてるわその話。いやマジ絶望深いからね、ちょっとあんま綺麗な話じゃないからしないけど、本当にね絶望深いよ本当に、うん、このやっぱさ20代超えてから漏らすとね、うん、なんかもうあのでもあれ小学校の時とかって、はいはい、漏らすとさ、うん、あどうしようどうしようってなるじゃん、なるどうしようどうしようみたいな、なんかもう隠さなきゃ隠さなきゃみたいな、うんうん、怒られるって思う、怒られるっつって、うん、それで俺の弟うんち漏らして、うん、あの庭に埋めてたことあった、ね。確かあったと思うわ。あれ違うかな。あった気すんだよな、なんか。証拠隠滅が下手すぎるやろ。あった気すんだよ。違う、あれ俺だったっけな、あれ。あ、違う、覚えてない。これ違うかもしれない。ちょっとあれだ、これあの、本当に、なんかその、ネガキャンになるから、これ俺かもしれないってことでしょ、一応。いや、でも、大人になってもらった時って、すげえ冷静なんだよね。うん、もうだってさ、うん、どうしようもないじゃん。そうな。だからやっぱね、あとね、これはね、田舎で漏らすか都会で漏らすかの問題だと。そうだな。やっぱさ、都会の電車の中とかで漏らしちゃったらさ、もう多分頭回んねえと思うんだよね、やっぱり。回んない、回んない。と思うんだけど、田舎なんて、やっぱ俺らがさ、うん、俺もさ、岡山の言うて市内ではあったけど、うん、まあ言うて田舎じゃん、駅前以外は。まあね、まあ俺の地元に比べれば死ぬほどとかよ、うんうん、まあそうだね、お前のな地元に比べれば家から家の距離半端ない、うん、半端ない、6キロ離れる。言い過ぎだ。言い過ぎ、過ぎ、最近家建ったから。そうで、あのそうなんだ、でも言うても人いねえのよ、うん、うんうん、だから多少漏らしてもすげえ冷静、でそう冷静にな、あの本当にね、うん、なんていうのかな、あの冷静さたるや。やっぱ初めてやっぱ人を殺めた時ぐらい冷静だと思う。殺めてねえだろうね。人殺しになっちゃってんじゃない。やっぱあのスーッと、うん、やっぱナイフをさ、食って体に入れた時の、うん、あのスーッとした感覚に非常に近い感じでスーッと漏れてくんだよね。俺も人刺したことも漏らしたこともねえから分かんねえんだけど、大人になってからね。俺もないけど人刺したことは多分同じだと思う。人をカッて刺した時の、うん、あのスーッて体が冷えていく感覚と、うん、20代超えてからあのうんち漏らした時のあのスーッて体が冷えていく感覚は全く一緒だと思う、多分。ほぼ全く一緒だと思うわ。あの全身の血が冷えるんだよね。そうでもスーッてなるわな、うん、動転しないのよ、うん、やっぱり気がどうでしょう。動転しない、落ち着いてんの。逆に冷静になってくる。そう、逆に冷静になってくる。次どうするか。それでもそうだよね、だってさ、うん、言ったらさ、漏らすかもっていうところまでのさ、そう、気からもう終わってるから済んだわな。そうそう、だからこいつ殺しやるなースーッてあとの、うん、どうやってこの死体片付けようと一緒なのよ。確かに、どうやってこの漏れたもの片付けようっていうのは。そうね、ほとんど一緒だと思うわ、多分。あの人殺したいと思った時は、そう、うち漏らした方がいい。一回漏らせばいい。一回漏らせばいい。そして気持ち味わうわ、後悔もあるからね。後悔もある。そう、同じ後悔だと思う、やっぱり。できるだけその限界まで頑張って、その漏らしちゃいけない状況を作ってからだね。そう、やっぱだから人をさ、こう憎しみが溜まって、うん、どうにかしたいって思ったら、うん、一回限界まで溜めて漏らそう。うん、俺やだぜ、あのさ、例えばだよ、例えばこれがさ、うんまん再生される動画になったりとかしてさ、後で聞いてみてさ、全国各地で漏らす人間激増したら大変なことなんだよ、君。いやでも一番寄贈ってんの俺よ。そうだね、20代超えてから漏らしたって話してる。これ本当に他の今まで撮った全12回は、うん、1万とか言ったらいいよ、うん、いつかさそんな風な世界線になってほしいけど、うんうんうん、この13回だけは100でも言ってほしくない。俺は
そうだ。結構ね、話の温度感的にはいい感じで来てるけどね、今まで。来てるけど、本当に言ってほしくないよ。100も無理なんだ。100も無理。100人にも見られたくない。1人にも。1でも嫌だ。1でも嫌だ、本当。絶対メンバーは聞くから4にはなりますからね。親も聞くから、俺。最悪だわ、2だもん。それで。きついわ、本当。話すんじゃなかったわ。本当、ちょっとやめましょう、この話。じゃあ、ちょっと、次行きましょう。はい。ザ・ルーディの大将、今夜もやってる？新コーナー。やってみるか。今、俺らは15分ぐらい悩んで考えついた。難産でしたな。エモのコーナー。エモのコーナーですね。お互いに、2つずつ、なんかエモいなって思うワードを出して、それで即席のなんか文章を作って、エモかった方の勝ちっていう。ああもう。じゃあお手本がてらい。やってみますか一回。試しながら。この試し試し。じゃあ先行板野さんからいきますか。一個ずつまずだぞ、うん。あの日の、夕焼け。あ、そんな感じか。そんな感じ。なるほどな。はい、うん、俺銀河鉄道。ああ、ちょっと待って。あの日の夕焼け、銀河鉄道を、この痛みは俺だけのもの。教室の片隅に捨てられた焼きそばパン。いや、むずっ。出し方しくってるやろ。これ無事いいわ、うん、ちょっとでこれのその4つから4つ使って、いや4つ使う、4つ全部使う、4つ使って、うん、文章作る、文章作る、なるほど。じゃ見せるわ。うん、見せてくれ。まあ、でもう一回ちょっと確認しよう、あの日の夕焼け、あの日の夕焼け、あの日見た夕焼け、あの日見た夕焼け、銀河鉄道を、この痛みは俺だけのもの、教室の隅で捨てられた焼きそばパンね。オッケー、よし。あの日の夕焼けの中で、俺は銀河鉄道を読んでいた。教室に捨てられた焼きそばパンを見て、そうか、これは今の俺だ。そう思ったんだ。この痛みは俺だけのもの。わあ、でも綺麗なんじゃない。ああ、完璧だ。いけます。いや、頑張りましょう。はい。教室に捨てられた片隅の焼きそばパンを見て、僕は思い出した。僕は田中君に殴られて、この焼きそばパンを買いに行かされたんだ。この痛みを僕は一生忘れない。ふと教室の外を見ると、夕焼けの中に銀河鉄道が見えた。おー、エモい。わかんないけど、エモい。あー、後半エモいわ。後半エモいな。銀河鉄道見えたんだな。見えたな。そいつ死にそうだな。なんか最後多分ネジになるよ。エモー、ちょ、いいやん。結構おもろいぞこれ。もう一個やるかこれ。まだやる。これおもろいわ結構。ちょっと待って、ね、お題考えるか。お題考えよう。先にそっちから。じゃあメスシリンダー。いや、エモないや。おばあちゃんの思い出。うわ、こら、もうエモって書いて、そう、そう、旗にルビ振っときたいわ。おばあちゃん、若者特有の青臭さ。ああ、なるほどな。うーん、悪いこととは知っていた。お、あ、来た、来た、これだわ。うん、なんだっけ最初。メスシリンダー。メスシリンダー、おばあちゃんの思い出。俺なんつった。時間若者特有の青臭さ。青臭さ、そうだ。悪いこととは知っていた。オッケー。うん。じゃあおめからでいい。あ、いいよ。これは悪いことだと知っていた。理科が苦手すぎて、おばあちゃんの思い出のメスシリンダーを割ってしまったんだ。あれ、もう一個出てこなかった。若者特有の。あ、この苦い、その破片で切った
指先の血を見て、これは若者特有の青臭さだと知った。ああ、なるほどな。的な。ちょっとまあ見せるが本気。お願いします。うん、こんなものは若者特有の青臭さだ。俺はメッシュシリンダーを メッシュシリンダーを握りつぶした、うん。悪いこととは知っていた。でも、おばあちゃんの思い出の中で、おばあちゃんは言っていたんだ。うん、メッシュシリンダーを握りつぶせと。あれちょっと抜けたな。今頑張って持ってたもん全部なくなったわ。あれおかしい。ちょっと違うな。時間が経つとエモさは抜けるってこと。エモさ抜け、発覚したわ。最初1回だけだったよかったの。おかしい。ちょやめましょうこれ。ザ・ルーディの大将、今夜もやってる。エンディングです。おい、エニグマです。エニグマですって言ったやん。エモいな。今日はエモに毒された一日だから。やっぱ部屋の空気がね、多分エモに毒されてるから。全然エモと遠いけど。おめえ来るから毎回必死に掃除してるもん。気を振ってたもんね、まあ、ほんまにおめえが来ないと掃除しねえからやべえ。どんどん部屋がゴミみたいになってくる。いや、そんなわけでね、はいはい、アザルーディ、まあ、近所、近況、近所、近況の話でもちょっとして遠慮しようかなと、はいはい、あ、なるほど。まあ予定ではね、うん、そろそろ CD でも作ろうかなみたいな話をちびちびとね、うん、やっておりますので、まあ皆さんお楽しみにという感じで、はい。あと何かあったかな。まあその状況にもよりますけど、うん、その CD できればレコーディングしてレコ発と。そうね、うん、状況がもし落ち着いてたらちょっとね、うん、あのやっぱ香川とかね、岡山とか行きたいなって話はね、ね、にね、してますね。本当にやっぱね、うん、香川の方も応援してくれてる人がやっぱいるし、うん、ありがたいよ、ありがたいよ。帰るたびにありがてえって思う、うん、あのさ10年もさ、うん、もう10年もやってるわけじゃん、まあね、言うて、うん、10年前に見に来てくれてた人がいるというありがたさ、うん、はあ、本当にこれがエモだわって言っちゃうわ今度会ったら。エモいなって、エモいなって、俺背下に見てるわそれ多分。多分エモって、うん、今そのもう流行りの言葉じゃないよ。あ、そうなの。多分俺の中では、うん、なんかもうちょっと前じゃない、1年ぐらい前じゃない、うん、エモいエモいずっと言ってたのみんなが。言語って変わっていくから今。いまだに俺はそのエモっていうものの正体を全然見極めきれてないもん。俺もわかんねえよ。まあいいみたいなもんでしょ多分。まあそういうことでしょ。うん、なんかさっきやったじゃん。ああいうこと、ああいうこと、ああいうこと、本当にあの日の夕焼けの中の銀河鉄道見たのがエモい。こすってくるね。もうあれはマジでエモだったわ。俺の中では。ああいうことだ、ね、あれだよ。分かった、じゃあ毎回俺銀河鉄道どっかで見つけるわ。そうだから、お前もう全部オチあれにしたらいい、うん、会話のオチ、会話のオチ、会話のオチ。何とかだったんですよ。でもあの日の夕焼けの中で俺は銀河鉄道見たんすよって言っとけばもう全部エモくなるから。俺病院連れてかれちゃうよ。そんなやつ。大丈夫って言われちゃうよ。だからあれしたらいい、うん、最初入るじゃんルーディーで、うん、はいはい、うわーって言うじゃん、うん、言う。でザルですよろしく、うわー、でも俺はあの日の夕焼けの中で銀河鉄道見たんだって言ったらもう全部エモになるから。人間ボーイズの MC みたいな。やっちゃわれと。いやー、あれ一番良かったな、マジで。なんかちょっとエモ、なんかよく分かんないエモさだなって。うん、まあ、分かんない、なんか、うん。でもやっぱ若者のさ、うん、そういう言葉についていけないと。いや、つい、無理じゃない、もう。いや、ついていけるよ、全然大丈夫。本当？俺、介護やってた、その時にさ、うん、言ってた、やっぱおばあちゃんが。シュキピって言ってた。いや、マジって言ってた。いや、エモでも何でもね。びっくりした、マジって言うんだって。だ、江戸時代からあるでしょ、うん、一応な、言葉自体は、うん、でも今の漢字のあれじゃん、うん、使い方で言ってたから、マジって、やっぱ周りが使うからなのね。そう、マジなんすよっつって言ったら、うん、マジでって言ってたから。ウケるって言ってた。言ってた、本当に。多分ちょっと俺の見間違いじゃなかったら、うん、ルーズソックスでガングロだったと思う。どういう客なんそのパターンの介護を受けてる人って。わかんないけど、ルーズソックス、ルーズソックスガングロで、ガングロで、うん、
髪めちゃめちゃボリューム多くてパーマ出てたと思う、多分あの真四角のお弁当箱みたいなカバーしょってたでしょ、しょってた、しょってた手提げなのに肩からかける、携帯のストラップやばかったいやでもさ本当に、うん、それももう20年以上前よ、うん、そうね、ガングロだ、ガングロだっつってルーズソックスだって流行ってたのがやっぱりね、うん、だってルーズソックスなんか池のメダカさんよりも身長多分長さ多分あるぜ、うん、ある多分長かったもん、150センチぐらいでしょ当時は、あれだけど、うん、やっぱ変わっていくから、変わっていくからついていけないと、でもさあの、うん、ルーズソックスが流行ってちょっとした後ぐらいに、うん、ロックリーがあの試験の時にお盛りを取ってドカーンってやってた、あ本当だわ、あれだ先走りだと思うね、やっぱり先駆けだな、そう先駆けだと思う、うん、ロックリー本当だ、ロックリールーズソックスやば、気づいちゃったね俺たち、そう、あガングロだったらやばかったねあのキャラガングロも今頃になって八門トークを開けるなって、あほんまやガングロだ、そう白黒で見たら、白黒で見たやばマジかよロックリーマジ、あの時代のギャル説、そうそうそう、確かにちょっとあの時代のギャルっぽさあるわ、うん、下まつげもしっかりねキリッとされて、まあるわ3本しかねえけどちょっとやっぱなんつうのかな、うん、いい意味で、うん、ちょっとおバカなとこも あの時代のギャルっぽさあるわ、あるあるマジかよ、うん、気づいたやんロックリーちょっと前のガングロギャル説うわちょ読み返すわもしかしたらロックリー区内につけてるかもしれないもん、ストラップ。ストラップね。起爆札じゃなくてね。起爆札めっちゃつけてたら、そうだわ。コナンね。あマジか。まあ、そういうこと、うん、ロックリー。ロックリーって。実はナルトってそういうそのギャルエー漫画だった。入ってたんだ、やっぱり。時代。時代の要素がね。じゃあ、あれもしかして。ナウタって白ギャル口悪いしな。あ、タユやね。タユやか、タユやだ。タユや、そう、白ギャルか。あるわ。そういう感じだったんだな、やっぱり。そうだな、そういう感じだったな。そういう感じなわけねえ。どういう感じなの怒られな、ほんま。ああ、そういうわけでね。はい。じゃあまあ、まあ、今年もね、頑張っていきます。もう、今年も頑張って4月です。今年も頑張っていきますって毎回言うわ。まあね、年度明けたから、今年度もね。今年度もね、よろしくお願いいたします。というわけで、はい。じゃあ、そんなわけで、ルーディの板のザルーディのあいやんザルーディの板の数もいると、大丈夫そこ最後こけかけだけど大丈夫ドラムの鼻だけどでしたマジ目にできないかなお尻ぐらいちゃんとした方がいいかもね、そうだね、じゃあ、あの日見た夕焼けの中に銀河鉄道を見たザルーディの板野和麦と、あの日の教室の片隅に落ちてた焼きそばパンは俺だ花崎でしたさよなら汚染は停止ボタン笑いすぎて